200m は自分が目標としてたタイムが出なかったんですけど、1キロで自分が思ってたタイムに近いタイムが出たのですごく良かったと思います。4種目1位を目指して頑張ってきたと思っています。そして早期卒業のタイムも2種目とも全部切れるように頑張ってきたと思います。まさか1位になれるとは思ってなくてとても嬉しいです。3キロをどういったペースで行ったらいいのかまず分かんなかったんですけど、もう思いっきり行ってやろうっていう気持ちで突っ込んでいけたのが良かったなと思います。次の記録会までに絶対ダッシュ力をつけてゴールデンキャップを獲得できるように頑張りたいと思います。この改正だけで比べると、まあ、全種目1位っていう結果になるんですけども、まあ、過去改正の先輩たちに比べるとまだまだ足りないかなっていうふうに思うので、おごっちゃいけないなっていうふうに地に足つけて頑張りたいというふうに思います。自分の記録でなんか結構その126回のみんなが次は私も取るねとか次もっと頑張るからっていうふうに言ってもらって、あもうなんか本当に良かったって思ったし、もっと自分が頑張ってみんなを引き上げていけるような存在になれたらなっていうふうに思いました。今回 の, その自分が出したタイムより全部上げれるようにで、まあ、過ごし方であったりそこに向かうメンタルが今回よりも、まあ、自分今の自分よりもレベルアップした形で第2回記録会迎えれればいいかなっていうふうに思います。